万一の時に知っておくと便利な災害用伝言ダイヤル171の使い方講座が長崎市で開かれました。小学校の講堂に避難しています。怪我していません。元気です。日本公衆電話会長崎支部が長崎大学教育学部附属小学校で開き、4年生88人が参加しました。災害用伝言ダイヤル171は、災害に伴う停電や通話規制などで家族らと連絡が取れないとき、互いの安否の確認などに利用できます。サービスは災害が起きたとき、NTT 西日本もしくは東日本の判断で利用できるようになります。使い方はまずダイヤル171を押した後、音声ガイダンスに従って1を押し、あらかじめ家族らで決めておいた誰かの電話番号を入力すると伝言が登録できます。登録するときは次に伝言を登録するタイミングも吹き込んでおくと、よりスムーズにやり取りができます。一方、伝言を聞きたいときはダイヤル171を押した後2を押し、決めておいた電話番号を押すと伝言がある場合には再生できます。慌てて聞こえづらくなる可能性もあるから、しっかりはっきり言わないといけないなと思いました。能登半島地震とか荒れてますし、やっぱりこういう171伝言ダイヤルというものをですね、やっぱり広くやっぱり子どもたちに認知してもらいたいなということで、伝言の登録確認などの利用は無料です。毎月1日と15日、正月の三が日などには災害用伝言ダイヤルの体験利用もできるということです。